車しております。これから先の苫田駅と到着時間をご案内いたします。次は弘前に停まります。弘前18時45分、大和に合わせ18時57分、狩ヶ関19時6分、大館19時27分、高野巣19時44分、二ツ井19時56分、東の城20時11分、森崎20時22分、八郎20時38分、秋田21時4分、秋田から上杉に入ります。都合本庄、二河保、木坂田、湯沢、酒田、余る目、鶴岡、渥美温泉、村上、柴田、新津、高崎、大宮、終点上野の順に停車してまいります。高崎到着は明日の朝5時12分、高崎には明日の朝5時12分、大宮6時29分、大宮には6時29分、終点の上野6時58分です。上野には6時58分の到着です。列車8両編成です。先頭車が1号車です。1号車は女性専用車、レディースカーです。男性のお客様の立ち入り、トイレ洗面所のご使用はお断りしております。2号車から4号車は B 寝台です。なお4号車途中の宇賀本庄駅まで指定席特急券でご利用いただいております。指定席特急券でご利用のお客様にお願いいたします。上段に置いておりますシングル、ウォーフ枕等にはお手をかけないようお願いいたします。宇賀本庄から先、寝台列車となります。上段に置いておりますシングルにはお手をかけないようお願いいたします。座席は3人掛けです。窓側から A 席、B 席、C 席の順にお座りください。5号車と6号車は B 個室です。7号車 A 個室、8号車フロントシートです。どうぞ間違いないようご乗車ください。この列車の禁煙車両は1号車から4号車と8号車です。禁煙車両は1号車から4号車と8号車です。もちろんお客様ご使用の際にはデッキでご使用くださるようお願いいたします。この列車には食堂車、車内販売、自動販売機等ございません。あらかじめご了承ください。たまにではございますが、スリーを機微等に降りるお客様おられます。現金貴重品を身につけてお持ちくださいますようお願いいたします。お久しぶりに特急秋葉のご利用いただきましてありがとうございます。ご案内いたします。あと3分ほどで秋田に到着です。あと3分ほどで秋田に到着いたします。4番線の到着、お出口右側です。秋田でお降りのお客様、お忘れ物ないようお手回品を確かめください。秋田から大宇線上り、普通列車の横手行きは6番線ホームから21時45分です。大曲方面、普通列車横手行き6番線ホームから9時45分です。二田船越方面、小賀線ご利用のお客様、4番線ホームから21時33分です。小賀線ご利用のお客様、4番線ホームから9時33分です。別線の宇賀牛島、荒谷、下浜、三川方面、普通電車の宇賀本庄行き、ご利用のお客様、3番線ホームから22時16分です。しばらく時間ございます。秋田でお降りのお客様、どうぞ忘れ物、お立ち物ございませんようご注意ください。秋田すぐ発車をいたします。ホームに降りられるお客様、お乗り遅れないよう発車ベルに十分ご注意ください。秋田を出ますと宇賀本庄に停まります。寝台特急秋葉のご利用いただきましてありがとうございました。まもなく秋田に到着いたします。4番線の到着、お出口右側です。これより終点上野まで秋田運輸区加賀谷と蒲田がご案内してまいります。よろしくお願いいたします。
となっておりますので、これから先の停車駅、到着時刻、列車のご案内、また2、3のお願いをいたしまして、緊急の場合を除きまして、大宮到着20分前まで放送によるご案内を一時休ませていただきますので、あらかじめご了承ください。で、次の停車駅は宇後本庄です。宇後本庄の到着9時43分、二加歩9時56分、エクサ型10時7分、ユーザ10時31分、サガタ10時42分、アマルメ10時55分、鶴岡11時10分、厚見温泉11時36分、村上日付変わりまして0時22分、柴田0時56分、新津1時22分、高崎の到着明日の朝5時12分です。大宮6時29分終点上野6時58分の到着でございます。列車は一番前1号車、一番後ろ8号車で8両で運転してまいります。で、全部の車寝台車でございます。重積特急券でのご利用はできません。お手元のあけぼの号と記されました特急券の号車番号、寝台番号を確かめなので、お間違いのないようご利用ください。1号車は女性専用レディースゴロンポシートでございます。男性のお客様の立ち入り、またトイレ、洗面所の使用はできませんのでご注意ください。2号車、3号車、4号車は B 寝台車です。では4号車、次の宇後本庄まで指定席、特急券でご乗車いただいております。寝台の上段にございますシングル使用できませんので、お手をかけないようお願いをいたします。5号車、6号車、B 個室、7号車、A 個室、8号車、ゴロントシートでございます。1号車と8号車のゴロントシートをご利用のお客様、毛布、枕等のシングル類はついておりませんので、ご了承ください。車内は個室以外は全て禁煙車としてご利用いただいております。個室以外は禁煙でございます。通路、デッキを含めまして禁煙にご協力をお願いいたします。で、また個室ご利用のお客様にお願いいたします。寝タバコは思わぬ火災の原因となりますので、おやめいただきますようお願いいたします。食堂車、自動販売機、公衆電話はございません。また携帯電話をお持ちのお客様にご案内いたします。車内では着信音などなりませんようマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いいたします。車内販売は全区間ございません。あらかじめご了承ください。列車はこれから深夜の時間帯にかけての運転でございます。現金、貴重品は肌身離さず管理には十分ご注意いただきますようお願いいたします。また遅くまで大きな声でのお話や飲酒は周りのお客様のご託となりますのでおやめください。朝早くお目覚めになられましても、まだお休みのお客様がおられますので、どうか車内ではお静かにお願いいたします。皆様快適なご旅行ができますようご理解とご協力よろしくお願いいたします。車掌は4号車と8号車におります。お休み前に乗車券、特急券拝見させていただいております。ご協力お願いいたします。それでは明日の朝大宮到着20分前から放送でのご案内を再開いたします。どうぞごゆっくりお休みください。車内の皆様おはようございます。車内の皆様おはようございます。本日は7月31日土曜日でございます。ただいまの時間6時9分です。列車はただいま時間通りに、運転しております。およそ20分で大宮に到着をいたします。およそ20分で大宮に到着です。大宮で降りられますお客様、そろそろお目覚めになられまして、降りのお支度をお願いいたします。本日は寝台特急あけぼの号をご利用いただきましてありがとうございました。およそ20分で大宮に到着をいたします。次は終点上野、次は終点上野です。6時58分の到着です。
なお、A 個室ご利用のお客様にご案内とします。まもなくビデオ放送、音楽放送終了となります。あらかじめご了承ください。A 個室ご利用のお客様、まもなくビデオ放送、音楽放送終了となります。あらかじめご了承ください。お待たせいたしました。およそ8分で終点上野に到着いたします。およそ8分で終点上野に到着でございます。6時58分時間通りの到着でございます。どちら様もお降りの際、お乗り換えの際、落とし物、お忘れ物ございませんよう、寝台の中今一度お確かめの上お待ちください。到着ホーム13番線に到着です。お出口右側です。13番線到着、お出口右側です。終点上野駅からの連絡列車をご案内いたします。常磐線、土浦、友部、水戸方面、普通電車勝田行き9番線から7時3分です。常磐線の勝田行き、普通電車9番線7時3分の連絡です。特急電車ご利用のお客様、フレッシュ日立5号高萩行き17番線7時30分です。フレッシュ日立5号高萩行き17番線7時30分の連絡です。取手までの快速電車ご利用のお客様、11番線、12番線ホームからのお乗り換えです。松戸、柏、我孫子方面。取手までの快速電車ご利用のお客様、11番線、12番線からのお乗り換えです。山手線ご利用のお客様、内回り田端池袋方面は2番線です。外回り東京品川方面は3番線です。京浜東北線王子赤羽方面は1番線、横浜桜木町方面は4番線です。千葉方面の普通電車ご利用のお客様、3番線、4番線の電車ご利用いただきまして、秋葉原でお乗り換えください。千葉方面の普通電車ご利用のお客様、3番線、4番線の電車ご利用いただきまして、秋葉原でお乗り換えください。内房線、外房線直通の快速電車、横須賀線、京葉線ご利用のお客様、同じく3番線、4番線の電車ご利用いただきまして、東京駅の地下ホームへお進みください。また、東海道山陽新幹線ご利用のお客様、3番線、4番線の電車ご利用いただきまして、東京駅でお乗り換えください。今度の東海道山陽新幹線は、のぞみ13号博多行き、東京駅の新幹線ホーム18番線、7時50分です。のぞみ13号博多行き、東京駅の新幹線ホーム18番線、7時50分です。その後、こだま637号新大阪行き、同じく東京駅の新幹線ホーム15番線7時56分です。こだま637号新大阪行き、東京駅新幹線ホーム15番線7時56分の連絡です。本日は寝台特急あけぼの号をご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。担当乗務員秋田運輸区加賀屋と鎌田でした。ありがとうございました。列車まもなく終点上野に到着です。どうぞお降りの際には落とし物、お忘れ物などございませんよう、寝台の中今一度お確かめになりましたらお待ちください。ご乗車ありがとうございました。